フランシュシュ VS 電波組インクラストバトルはまさに死闘の最後を飾るにふさわしいアイドル度胸を競ってもらうチキンレース対決。よっしー。まずはフランシュシュチーム、戦うのは夕霧役鬼怒川絵梨花。はい、よろしくお願いします。セカンドは二階堂咲役の田野あさみ。よし、任せとけ。さあ、そして電波組インクからは、みりんちゃんこと古川みりん。やるぞい。そしてセコンドはリサチーこと相沢リサ。はい、頑張ります。さあ、ということでございまして、チキンレース対決ということなんですけども、目の前にレース会場設置しました。すごい、見てください、この段ボールの山。引っ越しみたいな ね、すごいですよ。結構でかい ね、一個一個がでかい段ボールの山。そしてあちら側にはオフィスでよく見られる椅子。本当だ、見たことあるある。ということでございまして、こちら一人が乗って一人が押し、そしてこの段ボールの山を崩すことなくどれだけ近くに行けるかというチキンレース勝負でございます。はい、ちなみにこちらバトルフィールドに線がございます。あちらの細い線はここまでで、椅子を離してくださいという、うん、そしてこちらの K 点といいましてですね、ここを越えないと、0m。なるほど。ここを越えた上でこの段ボール、要はだからここの間に椅子を止めて、難しい、ないですね。結構狭いです、弱すぎてもダメってことですね。そう、弱すぎてもダメ、でもやっぱありすぎて段ボールにぶつけてもダメという、そうですね、これが芸能界です。ここに残れる人がスターです。あー、なるほどね。いやでも結構電波組が壁にぶち当たってきてるタイプ。そうなんですか。私たちは一回死んでますから。そうそうそう、ゾンビですから。怖くないよね。そう、何にもね、いけるいける、お酒で失うものはない感じですね。じゃあちょっと2組とも度胸があるということでございますので、電波組の方からいきましょうか。このまま勝ち逃げたいんでね。はい、大丈夫かな。ちなみにどっちもぶつかってしまった場合っていうのがありますけども、その時はかっこよく段ボールを崩した方の勝ちなので。どういうこと、はい、かっこよく。そうですか。まあ、普段やっぱライブで鍛えているので、やっぱかっこいいポーズっていうのはできるんじゃないかなと思います。なるほど、はい。さあ、それでは準備の方よろしいですか。はい、ちょうどできた。手に汗握ってきました。なんだろう、ライバルだけど頑張ろう。なんかね、最高のチームワーク見せてください。はい、さあ、それでは参りましょう。最終対決、地球を救うには度胸が必要、チキンレース対決スタート。いきます。はい、いけ。あ、行ったんじゃない。これは当たっていませんね。ちょっと今測ります。お、これすごくない。これ超えんの私。すごいすごい、出ました。これ判定9センチです。これはみーちゃんやったよ。素晴らしい、すごい、すごい、さすが、すごい。ただすごい真後ろ向いてしまう。そうですね。さあ、これ超えるとかある？いや、これプレッシャーですね。戻りましょう。超えるってことは、待って、すごい怖い、心臓痛くなってきた。ぜひ逆転優勝狙っていただけたらと思います。さあ、それでは参りましょう。チキンレース、フランシュシュチームです。よーい、スタート。マジガチでいくから。ガチでいく。さあ、ゆきりさん、どうなりました。ゆきりさん、ゆきりさん、ゾンビが蘇る感じ。かっこいい、余裕ある、なんか余裕ある。ちょっと立てない、誰か、パートナー助けてあげてください。よいしょ、椅子気つけてね。よいしょ、ありがとうございました。いやいやいや、いやいや、いいエンタメでしたじゃないんですよ。いや、これはもうね、もう仕方ないです。いいかな、別に。超かっこよかった。いや、正直ね、あの段ボールに漏れて大丈夫かって言ってる中ピース出すのかっこよかった。だって誰も助けに来ないから。あれ、さあ、ということでございまして、面白いね、段ボールの崩れ方になったんですが、フランシュシュチームは判定不能、電波組チームが9センチという素晴らしい結果を出したので、電波組チームの勝利。